にちは、ゆべしです。今日の動画はですね、なんとじゃじゃーん、9月6日に発売になったばかりのユニクロ C をですね、今回も購入してきました。なので今日はナチュラル系女子のユニクロ C 購入品紹介ということでお届けします。ぜひ最後までご覧になっていってください。今回のユニクロ C のコレクションはデザイナーのねクレアさんが建築物からこうインスピレーションを受けたような、コレクションになっていて、ラインも綺麗な、すごくこう素敵なデザインのアイテムがたくさんあって、かなり目移りしちゃいました。しかも今回はですね、初めてユニクロ C のコレクションからこうメンズアイテムもね出たということで、売り場も男性の方もいっぱいでちょっとにぎわっていました。今回はですね、厳選してお洋服5着と靴もね1足買ってきましたので、こちらをですね、詳しく紹介していきます。それではまずトップスから紹介していきます。ではですね、トップス部門1着目は着てたこちらのニットです。ミックスヤンポロセーター4990円のアイテムです。カラー展開は3色展開ありまして、私はネイビーのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開ありまして、私はいつもよりワンサイズ目の L サイズを購入しました。こちらのですね、サイズ感シルエットはこんな感じです。お袖の部分とかも結構ゆとりのあるデザインだったりとかする、ニットセーターではあるんですけど、身長160センチ骨格ウェーブの私が M サイズを着てみたところ、若干ねコンパクトな印象があったので、今回は L サイズ私は購入しました。こちらのセーター、ポロセーターということで、実はですね襟がついているんですよ。こちらの首元がちょっと V ネックになっていて、鎖骨も見えるようなデザインなので、すごくこうすっきりと着汗して見えるようなセーターだなっていうところがすごく惹かれたポイントです。素材感としてはざっくりと編まれてるようなセーターです。かつミックスヤーンということで、ブルーとブラックかな、2色の糸が使われていて、よく見てもすごく可愛いっていうね、すごく素敵なセーターです。今は私はシンプルにパンツと合わせて1枚で着ているんですけど、中に白いT シャツだったりとか、ボーダーのカットソーだったりとか合わせて、 V ネックのところから若干ねこうインナーをチラ見せして着たりとかするのも可愛いと思うし、中にこうワンピースとかを着てプルオーバー的な形で着たりとかしてもすごくいいんじゃないかなと思いました。今私が着ているこのセーターコーデもすごくお気に入りです。じゃーん、チェックパンツにちょっとねこう秋らしいワインレッドカラーの靴に、私とダコタさんのコラボのワインレッドカラーのそうショルダーと、秋らしくベロアのカチューシャを合わせてみました。大人ナチュラルかつちょっとこうきれいめ要素もあるような秋コーディガン、すごくおすすめです。続いてトップス部門2着目の購入品はこちらのカーディガンです。カシミヤクルーネックショートカーディガン1900円のアイテムです。カラーは5色展開ありまして、私は32のベージュのカラーを購入しました。サイズは6展開ありまして、私は M サイズを購入しました。1万超えするアイテムで、ユニクロのアイテムにしては若干ちょっとね高く感じる方もいらっしゃると思うんですけど、カシミヤ 100% でできてるということでしょうがないのかなと思います。生地もそんなにこうね厚みがある生地じゃないんですけど、見た目以上にすごくね温かさが抜群なんですよ。すごくこうふわふわしていて柔らかくて軽い生地感なんですけど、チクチク感とかも気にせず着心地よく私は着れているので、そういったところもすごくね好きなポイントです。こちらのユニクロ C のカーデの丈感シルエットはこんな感じです。丈は若干こう短めの丈感になっていて、どんなボトムスと合わせてもバランスよく着れるような丈感でいいなと思います。カラー展開もいくつかあるんですけど、私はやっぱりこのベージュの2色がすごくおすすめです。やっぱりこのボタンの配色がすごくほっこりしていて可愛いですよね。ベージュ以外のカーデのこのボタンの配色は結構こう馴染むような配色なんですけど、ベージュのものに関してはこうちょっとボタンがねポイントになるような配色になっていて、ほっこり感があるので、ナチュラル系女子のみんなにもすごくおすすめだなって思いました。同じカラーの同じカシミヤの素材感でノースリーブのねアイテムも出ていたので、セットアップにして着るのもすごくおすすめだなと思うし、ノースリーブ買うか悩んでいるところです。今着ている私のコーデは、先ほどもね出てきたチェックパンツと合わせた組み合わせなんですけど、間違
違いない相性の良さですね。スカートにもパンツにもワンピースにもどんなあのアイテムにでも合わせやすくて、間違いなく秋冬活躍するそんなアイテムだと思います。タコタのリュックとか可愛い。続いてはボトムス部門の購入品紹介です。まず一つ目はこちらのですね、プリーツスカートを購入しました。プリーツロングスカート4990円のアイテムです。カラーは無地のものは3色展開、チェック柄のものは2色展開あったんですけど、私は無地のグリーンのカラーを購入しました。サイズ展開は6展開あります。で、身長160センチ、骨格ウェーブの私は S サイズを今回購入しました。丈感シルエットはこんな感じです。足首が、綺麗に見えるくらいの少し長めの丈感です。最近は長めの丈感が割とこうトレンドなのかなという感じで、ユニクロでも結構長めの丈感のアイテムが多くなっているように感じます。オンラインの方では実は丈短めタイプとかもあったりとかするので、しんちゃんさんとかはオンライン限定のアイテムの方もぜひチェックしてみたらいいのかなと思いました。程よくこう重みもあるので、ストンとね広がりすぎないシルエットがよりすごく大人っぽいなと思います。プリーツもすごく細かいんですよ。こんな感じでかなり細かい、かなり実は生地も使われているねスカートなんですよね。ちなみにですね、ウエストはこんな感じでぐるっとねあのゴムになっているので、着脱も楽で着やすくていいんじゃないかなと思います。だけどゴムの部分も結構ね細い感じなので、割とこうインしてもこのゴムの部分が悪目立ちすることなくすっきりと着れるので、そういったところもすごく好きなポイントです。裏地は特になくて、1枚なんですけど、全然透け感とかは気にならずにね着れています。チェックも買い足しちゃいたいなってやっぱり思うくらい好きなプリーツスカートなんで、とてもみんなにもおすすめです。続いては待っていた方も多いと思います、こちらのですねチェックのパンツです。イージーワイドパンツ4990円のアイテムです。カラー展開はチェックのものが2色、文字のものが1色ありまして、私はチェックのベージュの方を購入しました。サイズ展開は6展開ありまして、私は S サイズを購入しました。こちらのパンツの丈感シルエットはこんな感じです。ワイドな結構ゆったりとしたシルエットのパンツです。ワイドのパンツながらもしっかりと落ち感のあるデザインなので、大人っぽくね綺麗な雰囲気で着ることができるのがすごくいいなと思いました。結構ねあのストレッチ性もそうあるアイテムなんですよ。お家とかちょっとこうリラックスしたい時とかにもすごく大活躍するアイテムだなと思っていいなと思いました。ポッケはですね実はこの横に2つと後ろに1つついていて、ウエストの部分実はそう内側にこんな感じで紐がついてるんですよ。なのでこうウエストのこう調節がしやすいってたところもすごくね私的に優秀ですごくいいなと思ったポイントです。かつこのねチェック柄も結構こう無地見えするような細かいチェック柄なので、どんなこうトップスとかにでも合わせやすく着やすいアイテムっていったところもすごくいいなと思いまして、一押しのアイテムです。続いてはワンピースの購入品です。私はこちらを購入しました。ベルテッドシャツワンピース5990円のアイテムです。カラー展開は無地のものが2色、チェックのものが2色あったんですけど、私はチェックのブルーの方を購入しました。サイズ展開は6展開ありまして、私は M サイズを購入しました。丈感シルエットはこんな感じです。靴下のおしゃれが楽しめるくらいの、長すぎず短すぎずな丈感です。今私はですねブーツを合わせて履いているんですけど、こういった感じでソックス合わせとかもこうナチュラル可愛い雰囲気でみんなもきっと好きそうかなと思いました。今回ユニクロ C からは実は4型ワンピースの種類が出ていて、どれ買おうかなってすごく悩んだんですよ。だけどこう私のこうインスタグラムにあるゆべっこクラブっていうねファンの方とこう交流できるような場でちょっとみんなにこうアンケートを取ったところ、このワンピースがダントツ1位、そう人気がすごく高くって購入したんですけど、本当にねあの買ってよかった。付属の紐であのウエストをねこんな感じで絞っていったりしても可愛いし、こういった感じでねストンとこうナチュラルに着るのもすごく可愛い
可愛いですよね。そしてさらにこちらのアイテムはシャツタイプのワンピースなので、羽織として着たりすることもできるので、1枚でかなりいろんな着こなしが楽しめる、そんなワンピで買ってよかったなってやっぱり思える、そんなワンピです。お袖にもねちょっとこうギャザーが入っていて、少しこのふわっとしてるところとか、ここにもギャザーが入っていたりとかして、ちょっとこうガーリーな要素も入っているところが、なんかすごくこう私たちの大好物なのかなと思いました。素材感はちょっとこう起毛しているような素材感なので、優しく柔らかく着れて、かなり着心地もいいです。チェックの柄は、まあ、2色あって、どっちもすごくね可愛かったので悩んだんですけど、ブルーかつちょっとこう秋らしい色味もチェックの中に入っていたりとかするのが、秋ムードも高まりいいかなと思い、こちらを購入しました。ポッケもね2つあります。着回し力もすごく高いので、かなりねこれからの季節使えるなって思います。続いてはファッションアイテム、小物編です。実はですね、今まで私が履いていたこちらのブーツもですね、ユニクロシーの今回の購入品なんです。ストレッチショートブーツ4990円のアイテムです。カラーはブラック一色展開で、サイズ展開は8展開ありまして、私は 24.5 のサイズを購入しました。実は私は去年は、まあ、こちらのブーツをね購入していて、これがねすごくね使いやすくて大活躍したんですよ。結構ユニクロシーの靴のシリーズはなんかコスパがいいというか、洗練された、まあ、デザインながらも結構こうシンプルで、どんなお洋服にでも合わせやすいっていうのがすごく良くて、去年購入したものよりもよりこうねすっきりとしたフィット感があるようなね、こうスマートなデザインのブーツになっていて、このブーツのまあ個人的にすごく好きなポイントは、この足先の部分です。この足先の部分がこう尖ってるものとかもあると思うんですけど、上品な綺麗めなコーディネートには合うけど、カジュアルなコーディネートにはこう合わせづらかったりとかして、私ねやっぱりこうちょっとねこう丸みのあるタイプが好きなんですけど、このブーツはこうスクエアトゥでこう若干こう丸みとこう四角みがあるようなこうデザインになっているので、スリムなこう全体の印象で、こう綺麗めのお洋服にも合わせやすさもありつつ、程よいこう柔らかさも兼ね備えているようなブーツなので、カジュアルなあのお洋服とかにもぴったりと合ってくれるというのが、汎用性がこう高くって使えるアイテムでいいなと思いました。そしてですね、まあ、このブーツは、まあ、内側のこの部分にチャックがねついていて、下まで開くようなねこのチャックのデザインになっているので、脱ぎ履きとかもすごくしやすくてすごくいいなと思います。普段あのほっこり可愛いあのお洋服とかもすごく好きだったりとかするんですけど、こう足元まで結構ほっこりしちゃうと、若干ちょっとあの子供っぽい雰囲気になってしまったりとか、こうバランスを取るのがすごく難しかったりするところがあって、まあ、そういったところにこういったあのブラックとかベーシックな形のブーツをこう足すだけで、大人っぽい雰囲気とかも足されて、バランスよくあのナチュラルコーデがまとまったりする場合とかもあるので、秋冬大活躍するんじゃないかなと思っています。ということで、2024年秋冬のユニクロシーコレクションの私の購入品紹介でした。みんなは、まあ、どのアイテムが気になりましたか？なんか他にもユニクロシーのアイテム、実はあのスタイルヒントっていうアプリの方でもたくさん来て、あのコーディネートもしたりとかしたので、ぜひねそちらも合わせてチェックしてもらえたら嬉しいな、参考になれば嬉しいなと思います。この動画が面白かったよ、楽しかったよ、参考になったよっていう方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、動画に関するコメントもお待ちしています。また次の動画で会いましょう。ではまた。ちょっとね、おまけなんですけど、ライフウェアっていうさ、ユニクロでこう無料でもらえる冊子なんだけど、今後さ、多分9月中旬とかなんかなに発売になるさ、チェックのパンツ、これね、プリンセスタムタムのユニクロコラボのパンツなんですけど、これめっちゃ可愛い。そう、なんかプリンセスタムタムコラボのなんかソックスとかもネットで見たら可愛くて、ちょっと欲しいなとかって思っております。このライフウェアマガジンのこういったあのユニクロの着こなしとかめっちゃ可愛くて、すごく参考になる。みんなもぜひもらってみてください。おすすめ無料ということで、おまけでした。また会いましょう。いつもコメントも本当にありがとうね。ありがとう。バイバーイ。